トルコ軍によるシリア侵攻ではシリア北西部で展開されたトルコ軍とシリアの反体制派による軍事作戦について記述する。2011年以降シリア内戦下のシリアでは政府の支配が及ばない地域が各地に展開していた。2016年以降、トルコは以下の3度越境攻撃を行い、 シズとロジャバの支配下にあったシリアアレッポ県北部を事実上占領している。いずれもシリア反体制派と共に進行している。また、シリア政府軍とは正面衝突を避けている。トルコ占領地では、学校、病院が整備され、シリア難民や国内避難民などが移住した。治安は悪く、反体制派同士で略奪品の分配をめぐって、抗戦も行われている。 プーチンとエルドアンシリア内戦が起きると、欧米やトルコは、バッシャール・アル・アサドを大統領から退陣させるために、自由シリア軍などの反政府勢力を立ち上げた。しかし、FSA は、組織的な戦闘能力を持たず、アサドを倒すことはできなかった。やがてイズが台頭し、欧米の指摘となるとアメリカは、過去の経験から、地上部隊の投入を避け、 シリアクルド民主統一党の軍事部門、クルド人民防衛隊、イラククルド人部隊のペシメルガを支援し、間接的にイズ総統を進めた。しかし、トルコ政府にとっては、イズは数ある敵の一つに過ぎず、むしろ国内のクルド人問題に飛び火しかねないとみて、PYD を警戒していた。PYD は、トルコの反体制派クルド労働者党とつながりが深く、 PYD の支配するアフリーンコバニジャズイーラの3地域がそれぞれトルコ領クルド人居住区と地理的に隣接していたためである。2015年のコバニ包囲戦でイズを撃退したユープグは3つの飛び地を回廊改作によって結合し領域的一体性を獲得してシリア北辺におけるクルド自治政府または独立国家の樹立を目指した。そのために連携関係にある 他の民兵集団を急合して、シリア民主軍なる兵団を結成し、クルド職を抑えて、トルコの警戒心を抑えようとした。一方トルコの大統領エルドアンは、国内で深刻な社会不安を引き起こしている、シリア難民を国境近隣の伊豆支配地に定住させ、人間の盾を作り上げて、クルード勢力の回廊改策を阻止する構想を立てていた。しかし、 PYD の後ろ盾であるアメリカ、アサド政権を支援するロシアが共に、この構想に反対しており、トルコはシリアに手を出せないでいた。それどころか、ロシアは、シリアのヒクルド系の反体制派に激しい空爆を加え、アレッポなどの FSA や、反体制派の兵隊補給を担っていた、トルコ系のトルクメン人武装勢力を壊滅させた。これを傍観せざるを得ない。 トルコ側は、粉満と苛立ちを募らせ、2015年11月の、ロシア軍爆撃機撃追事件につながる。この事件を契機として、トルコロシア関係は、劇的に悪化し、ロシアはトルコに、様々な圧力をかけ、トルコと敵対する、PYD を支援した。ロシアの後押しを受けたユープグは、2015年末に、小バに引くジャズイイラカンのイズを相当し、飛び地を解消。 また、クルド勢力のモスクワ代表部も解説され、威信を高めた PYD は、西クルディスタン自治政府、ロジャバの樹立とシリアの連邦制以降を一方的に宣言。2016年6月にはには、ニヒク・アフリン間のイズ総統のためにマンビジへと侵攻する。トルコ政府は、ロシアとロジャバ、そして国内の PKK から同時に圧力を受ける状況に追い込まれ、 エルドアンは、ロシア連邦大統領、ウラジーミル・プーチンに謝罪し、対路関係の修復を試みた。こうした政治的文脈の中で、エルドアン政権転覆を狙った2016年、トルコクーデター未遂事件が起きる。エルドアンはこれを機に、軍、行政機関を粛清し、敵対する、ギュレン運動の関係者を追放したことで、エルドアンの支配体制はかえって盤石のものとなった。 アメリカは、クーデターの際には明確なエルドアン支持を打ち出さず、クーデターの黒幕とされた、在米トルコ人であるフェトフラー・ギュレンの引き渡しを拒んだ。また、これによって、アメリカがクーデターを仕組んだとする陰謀論が、トルコ人の間に広がり、対米感情が悪化した。これによって、エルドアンが、ナト o の名手であるアメリカの意に反しやすい環境が、整った。 対米感情の悪化と並行して、ロシア軍機撃追はアメリカが仕組んだとする見方も広がり、ロシアが明確なエルドアン支持を打ち出したこともあって、かつてないほどトルコ国民の対ロ感情が改善した。こうした中で、8月9日にエルドアンがサンクトペテルブルクを訪問してプーチンと首脳会談を行い、全面的な制裁の解除が実現する。そして、 ここでイズロジャバを排除するための軍事介入の承認を取り付けたとみられている。2017年3月のアレッポ県情勢2016年8月24日、トルコ第二軍令下の第5機交旅団所属の戦車、装甲車を核とした一個大体規模の部隊と、親トルコのシリア反体制派武装勢力、ユーフラテスの盾作戦指令室が空軍機、砲兵の援護を受けつつ、 シリアへ進攻した。ユーフラテスの盾作戦指令室に参加した反体制は勢力は次の通りである。25日には目標だったジャラーブルスをほぼを制圧した。アメリカ軍の積極的な支援も受けたトルコ軍は部隊を増破し、ロジャバ支配下のマンビジに圧力を強めながらも西へ攻勢をかけた。9月初にはジャラーブルスアルライの国境沿線からアイスセルを 完全に駆逐した。10月には、ジョバンベから第二陣が入り、イズの用地ダービクを奪還した。マンビジでは、イズ残党を相当しつつ、SDF とトルコ軍の衝突が頻発した。2017年2月、トルコ軍と反体制派は、イズの拠点アルバーブの制圧を発表した。2017年3月初旬、トルコ外相メブルットチャブシュオールは、ロジャバが、 マンビジから撤退しなければトルコは彼らの支配地に侵攻すると発言した。その後、ロジャバを支援していたロシア軍は、PYD がマンビジから撤退し、アサド政権軍が同地域の占領を引き継ぐと発表した。しかし、3月7日に、トルコのアンタルヤで行われた、アメリカ統合参謀本部議長、ジョセフ・ダンフォード、ロシア連邦軍参謀総長、ワレリーケ・レシモフ、 トルコ統合参謀総長、フルシアカルによる三者会談で、イズが支配するラッカーへの軍事作戦は、トルコ軍とシリア反対勢ではなく、SDF 中心に展開することが、発表決定され、トルコ軍のシリアへの介入継続の道は事実上、断たれた。3月31日、トルコ軍参謀本部のウェブサイトで218日間に、及んだ。 ユーフラテスの盾作戦の終了が発表された。同作戦でトルコ軍兵士は60名以上が死亡した。一方でアルジャジーラトルコの報道によるとトルコ軍との戦闘でイズ兵士3060名の PYD 兵士462名が戦闘不能の状態となった。イズを駆逐したトルコ支配下のゼラーブルスでは病院、学校が再整備され、 大勢の在トルコシリア難民が帰還したこの日に、トルコを訪問していたアメリカ合衆国副大統領、ジョー・バイデンは、ユープグは、ユーフラティスト岸まで下がらなければならない。さもなくば、ユープグに対する米国の支援はなくなると述べ、明確なトルコ支持を打ち出した。シリア外務省は、米軍主導の有志連合による、空爆の支援を受けながら、トルコ軍の戦車と軍用車がジャラブルスへ向かって、 トルコとシリアの国境を越えたことを非難するとともに、シリアの主権に対する、甚だしい侵害とみなすと述べ、この侵略の終結を求める。イズを追放して、トルコの支援するテロ集団に置き換えることは、テロとの戦いとは言えないと非難した。オリーブの枝作戦の展開トルコが、ユーフラテスの縦作戦で確保した、安全地帯は、ロジャバによって東西から挟まれ、その存続は、 不安定だった。ロジャバは支配地の規制事実化を図り、高級的自治政体北シリア民主連邦の創設を目指して、2018年1月に民主諸人民大会選挙を行う予定だった。2018年1月半ば、アメリカは伊豆復活を抑えるために、シリア民主軍戦闘員を主体とする国境治安部隊を創設し、ロジャバ支配地の周辺部に配置しようとした。 エルドアンは、米国は、国境地帯に、テロ部隊を創設することを承認した。我々が行うべき任務は、この部隊を生き埋めにすることだと発言し、アメリカを牽制した。アメリカ合衆国国務長官、レックス・ティラーソンは新部隊創設を否定、米国は、アフリーンのクルド人部隊を支援しない、アフリーンに、特別な関心はないと語り、トルコに現地を与えた事態が、 緊迫化する中、トルコの参謀総長、フルシアカルト、国家情報機構長官、ハカンフィダンがモスクワを訪問、ロシア国防大臣、セルゲイ・ショイグラと会談、軍事作戦をめぐり協議が行われた。また、この時、ロシアが作戦を黙認する見返りに、シリア政府が反体制派支配地の一部を占領することが合意されたと見られている2018年1月20日、 トルコ軍は、さらなる軍事作戦、オリーブの枝を展開した。攻撃対象は、シリア北西部アフリーンにいるユップグとアイスセルであるとされ、トルコ軍による空爆と FSA による進軍が行われた。ロシア外務省は、懸念を表明し、自制を呼びかける一方で、兵士の安全を確保するため、アフリーンから軍を撤退させていると明らかにした。アメリカ合衆国国務長官。 レックス・ティラーソンは、テロ組織から国民を防衛するというトルコの合法的な権利を完全に理解し、評価していると述べ、イギリスの首相テリーザ・メイも、作戦を国境治安に関わる正当な行為として、理解を示した。トルコでは、テロ組織、PKK、KCK、PYD、ユー p g ダッシュのテロリストを無力状態にし、友好と兄弟愛の地域である、 アフリンの住民をこれらのテロリストの圧力や残虐行為から救うべく開始されたオリーブの枝作戦の成功を願い、全土にある9万のモスクで祈りが捧げられたと報道された。トルコ軍は航空部隊と地上部隊、さらにトルコ領内で訓練を受けた反対制派、約2万5000人シリア領域に進軍させた。ノールス研究センターによると、 オリーブの枝作戦に参加した反体制、武装集団は次の通り。2月4日には、イドリブ県南部で政府軍に対する作戦を展開していた反、体制派のシャーム軍団、ヌールティーン残機運動が、オリーブの枝に参加することが報道された。 ロジャバはアフリン軍に部隊を集め、デリゾール県での対立イイ総統戦も中止し、トルコ侵攻がテロとの戦いに支障を与えると訴えたが、アメリカは不寛容を貫いた。SDF はトルコ軍の圧倒的な軍事力を前になす術はなかった。オリーブの枝作戦に対してロシアイランは批判的な姿勢を示し、シリア政府も侵攻してきたトルコ軍機を撃破すると主張していたが、 実行的な対応を取ることはしなかった。その代わりシリア政府は、ロジャバにアフリーン軍支配権の譲渡を要求し、それによってトルコの侵攻を食い止めようとした。ロジャバは、アフリーン軍支配権を維持したまま、シリア政府軍部隊の進駐のみを認めて、トルコ軍の侵攻を食い止めようとした。それを受けて、シリア政府系民兵、人民部隊がアフリーンや、 ヤンディールス村などに派遣された。しかしトルコ側は、アフリーンに向け進軍する、シリア政府系民兵に対し、警告砲撃を行い、同部隊を10キロほど後退させたと主張した。政府系民兵の多くは、アレッポ北部のシーア派アラブ人が多数を占めるヌブル村とザハラ村の出身者だった。この地域は2012年から約4年間、シーア派を敵視する FSA によって包囲され、 住民数百人が殺されていたため、トルコ軍と共に行動する反体制派への警戒心が強かった。これに対して、トルコ軍は精鋭部隊1200人と投入して対抗した。2月22日には、ロジャバが最大都市アレッポに持っていたシャイフ・マックスード地区をシリア政府に移乗した。3月、人民部隊の拠点がトルコ軍の爆撃を受け、 36人が死亡すると、シリア政府は、オリーブの枝作戦に抗うのを止めた。3月には、アフリーンが包囲され、20万もの市民が、アフリーンから避難したと報道された。その大部分は、シリア政府主配地に避難したと見られる。トルコ軍が、アフリーンに迫ったことから、ロジャバは、タルリフアトなど、複数の町を、シリア政府に譲渡した。18日、 エルドアンは FSA がアフリン中心部を完全に制圧したと宣言した。同市を占領した FSA は品物、ヤギハトに至るまであらゆるものを略奪したと報道された。これに対しトルコ政府は一部の集団が司令官からの命令に従っていない可能性があると弁明した。戦闘終結後、エルドアンは FSA 戦闘員302人が死亡、テロリスト3747人を殲滅したことを明らかにし、ロジャバが引き続き支配するタル・アブヤドとマンビジへの侵攻を予告した。アフリイン侵攻により、それまでトルコが持っていたソフトパワーは大きく減退したとされる。また、エルドアンがたびたび過去のオスマン帝国に対する教習の念を口にしてきたことから、シリア政権やロジャバは、 トルコ軍をオスマンの侵略者と非難した。この作戦によって、シリア政府はアフリン軍の主権回復が困難になったが、一方でトルコと取引し、反体制派支配地の奪還に黙認を取り付けた。そして反体制派からアブーズフール航空基地やイドリブ県南東部、アレポ県南西部、ハマー県北東部のマチ村300を占領した。また、アレポ市、 シャイフ・マクスード地区やタリリフア都市一帯の支配権をロジャバから譲り受けた。シャフバー地区は12イマーアムハシュートが暮らすヌッブル市ザフラー町に近くシーア派国家イランにとっても領市長を守るためにシャフバー地区をシリア政府が支配することは好都合であった。トルコ軍はシリア政府軍とイドリブ一帯の反対性派の停戦を監視するとしてシリア領内の 反体制派支配地に12の監視所を設置した。監視所が設置されたのは以下の通り。このうちムーリークに置かれた観測所は2019年8月にシリア政府軍によって包囲された。トルコは新たにシリア領路ジャバ支配地の国境地帯を東西約6 0 0トル南北30から4 0トルにわたって占領し、10の拠点都市、140の集落、 医療施設、スポーツ施設、学校を整備した安全地帯を設置する構想を発表した。そこに在トルコシリア難民100万から200万人を帰還させる計画であるという。安全地帯にはコバニ、タルアブヤド、ラースアライン、カーミシュリー、マリキアなどの都市が含まれており、実現すれば大勢の現地人が新たに難民化すると思われる。トルコ政府は シリアの統一性や主権を尊重すると主張しているが、実行されればこれらに著しく反すると見る見方も、ある。2019年10月9日、トルコ軍は、ユーフラテス川東岸地域のロジャバに対して、平和の泉と称する軍事作戦を展開した。カーミシュリー、ラース・アル・アイン、タル・アブヤドなどに対して攻撃が行われ、前線は 120km にも及んだ。 ユーフラテスの盾とオリーブの枝によってトルコはアフリーン軍からユーフラテス川西岸に至る全長約200キロにわたる国境地帯を占領した。そこで大学や病院などを建設し生活、社会インフラを整備する一方トルコリラを流通させることで支配を強めた。軍事、治安活動を反体制派に任せて干渉地帯とする一方 350万人以上いるとされるシリア難民の一部を帰還させた。通信電話インフラはトルコの通信電話会社が整備したが、住民の間では回線の悪用が起こした。そこで2019年4月、通信会社はトルコが発行する身分証明書によって再設定しなければ回線を停止すると発表した。住民の大半はトルコ発行の身分証を持っておらず、 事実上通信手段を失うという、トルコの実効支配を支える反体制派は内部対立や犯罪行為を繰り返した。バーブ市、アーザーズ市、ジャンディール村では勢力争いや略奪品の分配をめぐって、東部自由人連合、シャーム自由人イスラム運動、スルターン・ムラード氏団、産地の高旅団、東部軍、北部戦線、ファールーク大隊、シャーム戦線、 ハムザート旅団、イスラーム軍、東部巡教者連合、スライマーンシャー師団、地元部族の民兵が衝突。さらに強盗、拉致、殺人、身の白金要求、略奪が横行した。治安維持のために、トルコ軍特殊部隊がアフリーン市とバーブ市に展開し、犯罪者、指名手配者の摘発を勧告したが、一部の武装集団は反抗した。アフリン軍の住民たちは、 家や農地を奪われ、代わりに、シリア反体制派や、その支持者たちに分け与えられた。わずかに老人など、元いた住民も残っているが、トルコの登場を恐れて連絡も、ままならないという。ロジャバ系の、オリーブの怒り作戦指令室や、アフリイン抵抗軍団が、反体制派、トルコ軍に対する攻撃を繰り返した。ありがとうございます。